皆さんどうもこんにちは、わたぴーことガルナです。改造マリオを作ろうツ 4MM 今週もやっていきましょう。ドイツのカップケーキさん、ドンキーコンサート、すごいな、ドンキーコングとコンサートがね、アナグラムんなんだ、まあそういう言葉遊びですね。正しいスペルではないけどコングということで、ギミック音楽ということで、You find yourself in various sections with music loops from the、Donkey Kong games。 なるほど、ドンキーコングの音楽が楽しめるということですね。では早速やっていきましょう。サムネよく見たら音符になってるんだ、細かいな。というわけでスキンは初代スーパーマリオブラザーズ。ん？なるほど、ではその音楽コンサートを聞きに、まずはこのツタを、せーの、ツタってー。今日はツタを伝うのでもが早いぜ。なんだ、なんかいろいろあるのか。全部で、5つ赤コインがあるんですね。じゃあ順番に左側からいきましょうか。なんだこれ、これはあれですね、ドンキーコング2のあの森の音楽ですね。ね、あのお化けロープの森とかね、風の森とか。待って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 、あれあれか、クロコ、あの樽に入ってるやつ、これはジンガー的な扱いなのかな、蜂のね。何もなさそうなので行きましょうか。わーい、では1セクションごとにね、ちゃんとセーブさせてくれるのはありがたいですね。では次のシーン行きましょう。なんだこれ、早く行き過ぎたよ。なんか音楽を楽しみたいからね、ついね、黙ってしまうんだけど、今のこれ、沼のテーマですね。さっと行きましょう。しゃがんでもダメだったよ。ドロドロミドロが沼とかね、その辺の曲ですよね。これは叩けばいいのかな。おお、危なっ、よいしょ。いやー、まあコインはちょっとスルーしましょう。ここで抜くか。まあ仕方ないとはいえ、もうちょっと聞きたかったね。タッタッタラッタン、タッタッタラッタ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 ン。本当にドンキーコングの2ね、音楽いいよね。ちなみに私も実はね、あのドンキーコング2の、ここでドンキーコング1に来た。サンゴの海みたいな感じですね。おお、クロクトパスみたいな感じのゲストがいますね。よいしょ。よいしょ。さ、エンガードを仲間にすることはできないか。おお、お前はワンにはいなかっただろう。そのフグみたいなやつは。地味にスイッチの制御が難しいぜ。
ね、ちなみにガルンさん実はですね、ドンキーコング2のね、ピアノで弾いてみたみたいなものも出してますのでね。もう10年ぐらい前かな。ぜひよかったら聴いてみてください。では最後いきます。なんだこれ。トゲトゲタルメイドだ。めちゃくちゃ人気の曲ですよね。危なっ。よいしょ。まさになんかこう茨がめちゃくちゃありますね。わよし。おお、怖かった。いやー、本当になんか茨を表現してましたね、土管で。結構細かいんだよね。素晴らしいね。というわけで、これで全てのアクコインを集めたので、ようやくここに入ることができます。何が待っているのかな？待っていたのはゴールでしたが、きっとここに何かあるだろう。やっぱりね、ここに入ると、わーい。というわけで 4IMM を祝ってくれるイースターが隠されておりました。これバナナだね。バナナだね。お前がドンキーコング役だったのか。ててねてててててててというわけでクリアでーす。よく見たらこのゴールのところもバナナだったのか。ドンキーコングで言えばバナナですからね。果たしてゴリラなのか猿なのかよくわかりませんけれどもね。ではドンキーコングサーチね、ギミック音楽を遊ばせていただきました。これはいいね。なんだろう、難易度はそこまで高くなくね、のんびりと音楽を楽しめる良いコースだったんじゃないかなと思います。では今日は次のコースもやっていきましょう。はい、というわけで、次のコースです。アメリカの 4Wings さん、4IMM The Yoshi Not Ridden、 ヨシに乗るな、謎解きシングルプレイということで、パズルダンジョンズ and only for Link、Give the other green guy a turn。 ん？リンクでない緑、つまりルイージ君ってことかい？6.26%。 まあそうですね、難易度的にはそこまでではなさそうですけれどもね、公式のページ見ると困難がね、難易度が4ってなってて、これってどういうことなんだろうな。謎解きがめちゃくちゃ難しいってことかな。遊んでいきましょう。さあ、スキンはスーパーマリオワールド。謎解きは結構時間かかる印象なんだよね。さあ、 Find the exit、 出口を見つけろ。あ、いいっすよ。あれ、ここに置くのではなく、こういうこと？あー、なるほど。なるほど。で、ノコノコの甲羅をかぶってやれば、なるほど、いけると。あれ、ダメか。おお、なるほど。はい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 、やった、印税をゲット。で、この先は、なるほどね、トゲナはヨシーも減っちゃうってことですね。では行きます。ヨシーとは別れして次のセクションへ。なるほど、こういう謎解きか。左と右に分かれている。せっかくだから左から行こうか。このちくわブロックなんだ。ないな、今オフだからってことかな。右は？右はなんかいけそう。あ、でもダメだ。どこかでパウが必要ですね。じゃあこの下か？
ノコとワンプキノコ、待てよ、落ち着いて。まずヨッシーをゲット。あ、なるほど。要するにちっちゃいから緑の卵で普通の緑のヨッシー、でっかいから赤いヨッシーでファイヤーヨッシーということですね。これは、大きくないと P スイッチを叩けない。で、鍵が必要。鍵か。まあ、とりあえず戻りましょうか。いやー、わかんないな。食べることによって何か始まる？あー、そういうこと。あー、なるほどね。重さが解消されたわけだ。で、続けて入ります。おー、慎重に行こうか。いてで、こっちを叩けばいいのかな。なんだこれ。おお、なるほど。で、ここで塞ぐと。なるほど。で、これで3つともできたので、さだまさし弾幕を聞きながらこのタナちゃんを食べる。食べられない。こういうことか。なるほど。で、花ちゃんから鍵が出てくるのでってことか。で、ちくわブロックが復活するから、これで鍵穴に入ることができると。いやー、なるほど。結構、ギミックとしてはありますね。で、これはチョロプーを食べたら降りるってこと。降りない。あれ？ダメか。体重制限。なんかあんのか？なんか、ああ、なるほど。ノコノコが出てきたので、これで実は体重制限解除される？いけたねー。そういうギミックなんだ。で、今、甲羅を含んでるよと。ああ、なるほど。あれ？ミスっちゃった。よし、オッケー、倒すことができた。で、こっちにやると、おー、なるほど。で、鉄球で何かできると。うわー、これどうなってんだ。まあでもいいや、これで土管に入っていきましょう。いや、全然なんか今自分の立ち位置がどこなのかわからんでござるよ。でも、とりあえずこれで一旦は中間に入れた。よし。で、次は、あー、なるほど。次はファイヤーヨッシーを使っていこうってことか。オッケー。じゃあ、2周目いきます。次はこっちかな？あー、まずここから、モス？あ、塞がれた。じゃあ、しょうがない。おとなしく入りましょうか。あー、で、そっか。ルートが違うのか。OK、入れた。入れたわ。しゃがんでやればよかったのか。で、ここでこうだね。よし、オッケー。これで上に行きます。念止めあそこのやっときましょうか。あー、で、この上に行くとなんかある。このツタを伝っていくとなんかまずそうな気はするので、この入れるかな。
入れないか。入れないからここはもう素直に行くしかないね。よいしょ。あ、はいはい。でこれでヨッシーと一緒に行くと。さあちょっとね、時間が短くなってきたんだけど、まあうまいこといきたいね。でここはどうすんだ。おお、よくわかんないけど倒した。なるほど、あそこでなんかやればよかったのかな。しかし時間がないんだな。こうしてこうして落として、でこの間に2回食らっちゃって、で小さくなってからここからリスタートと。さっきはここで割っちゃったんですよね。むずくない？むず。よし、オッケー。なんとか鍵をゲットしました。あの方法でよかったんだよね。さあ、次のシーンに来たけど、今度はこっちに入れたりするのかい？ダメだね。なんだ？あ、なんか倒した。いやー、なんかちょこちょこと矢印を見落としてはいけないですね。これで次はこちらに入れると。おー、ここかな。よし、まず氷を溶かすことができた。続けてはこいつ。ん？え、ヨッシーがもう一匹で、こうで、こう。よし、いける。このネットは効かないもんね。じゃあドアに入りましょう。よし、オッケー。むず。これはこれで入るしかないのか。よし、いた、おさらば。なんだ？で、これをもう一回入ればいいのか？ちょっとわからなかったね。戻ってきたけど違ったかな、もしかしたら。あー、なるほど、ボム兵がいるわ。よいしょ。よし、オッケー。さてと、これでオンとオフが入れ替わったことによってなんかあるかな。あ、ここでヨッシーが、普通のヨッシーが手に入りますね。あ、で、さっきのファイヤーか。はい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 。普通のヨッシーが手に入るので。ん？こっちからか？よし、オッケー。で、ここでヨッシーが手に入るから、これ、バーンと。よし、で、落とせると。はぁ、うまいね。いて。なんでや。特にこっちは何もなし。はい。いてててなんで食らったの。あ、まずいわ。あーん。というわけでちっちゃくなって再びスタート。そろそろ中間が欲しいな。おっと、中間が本当に手に入っちゃった。ありがとう。さてと、おお、なるほどね。こいつをかぶる。では行きましょうか。次はなんだ？またこっちに戻れって？難しい、本当に。あ、なるほど、はい。なんかある？
言い換えることによってこっちに行けるようになったりはしない。あ、これ食べられる。そしたらこっちを落とせるのか。いやー難しいね。いけたよ。よし。で、なんかお、いけたいけたいけた。はいはいはい。なるほど、はいはいはい。で、こう落として、いてててててて。で、こう、ヨッシーと一緒に行くと。はい。で、続けて。またヨッシーがいる。こっちか。危な。なんか倒れた。オッケーオッケー。いけたいけた。はあ。よし、いけたいけた。で、この鍵で、何食べてんの今。なんだ？もう一回入ればいいの？何が変わったんだこれ。あー、見えた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 。そしたらやっぱね、困った時はいっぺん現場に戻るっていうのが大事ね。現場百遍とはよく言ったもので、これで、でこれで赤ヨッシーに変えます。いやー、で、ここに来て、よし、オッケー、いけた。で、こっちの下に行きます。オッケー。ん？待って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 。お？なるほど、はいはい。あ、待って、よしよし、待って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 、お前を今行く。あー、おかえり。愛していたよ。ね？おーおーおーおおびっくりしちゃった。ん？ダメだ。あ、こっちか。はいはい。なんかいなくなってるね。ダメ。どういうことだ？こっち？ん？ああ、ほんとはチョロプいなくなってる。じゃあ、ここです。あれ、あ、ここなんか前に来たなあ。あー、なるほど、こうですか。あー、なるほど。あれはフェア効かないんだよね。ちょ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 、なるほど。You need bus。ボスじゃない。ブス、どっちもか。はい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 。英検3級のガーナさん読みましたよ。で、この上は、いいんで。あ、ってことは、緑も赤もいるってことか。え？緑も赤も。あ、待って。そしたら、ごめんね。ちょっと、あー、違うな。ヨッシーがいないとダメなので。いやー、これ結構難しいな。一旦乗って、あ、見えた見えた見えた。オッケーオッケー。これね、ね、今はね、やってないんですけど、ユーマンさんの以前のね、やつで見ましたよ。ヨッシーでヨッシーの卵を食べるやつ。で、これして、同時には連れていけないので、え、これ成功法？わかんねえ。で、で、ここで、あ、間に合わないか。いける？もう一回入る。こう！よし！これでどっちも連れていけるね。で、どこまで連れていけばいいの？こっちか。よ
いしょ、ドスン。加えてるよね。でこうしてきてもらって落ちて、でこれ、あーダメかこれ、入れないよね、いなくなっちゃってるよね。チョロップ食えないんだよねこれね。あ、これ入れたんだ普通に入れたわ。ってことはオッケーオッケー、でこうか、でここで食べる、でこっちで吐く、そしていけるけど待って、怖い怖い怖い、どっちもついていこう。あーあー間違っていっちゃった。ああ、でもここで終わりか。いけたいけたいけた。なんだなんだ、鍵、あ、ここまで溶けそうできた、ご褒美。おお、 4IMM だ、やったぜ。よし、オッケー、残り50秒、頑張れ頑張れ。なんか食べた、オッケー、あ、やった、ありがとう。急ぎ急いで、もう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 ゴールでしょ、もうゴールでしょ、もうゴールでしょ。おおおおおおおめでとう、やったー、はあ長かったー、思った以上に長かった。なんと収録時間40分くらい。え、これは一発でクリアするの大変だって、最速4分24秒でしょ。うわー、これはなかなかボリュームがありましたね。いいね。というわけで、ザ・ヨシノとリデンということで、謎解きシングルプレイ。確かに、これは、クリア率は、ね、そんなに死ななかったけど、ね、2回タイムアップになってるからね、今回の動画時間ちょっと長くなって申し訳ございませんでしたけれども、ね、ここでおしまいさせていただきます。お相手は、ワタピーことガルナでした。それじゃあ皆さんまたね、バイバイ。よし、終わります。